ご視聴ありがとうございました。で、電車で GO 名古屋鉄道編は全て金星を取ることができました。まあ、結構ね、めちゃくちゃな運転でも、まあ、意外と金星は取れるもんなんだなと思いました。で、まあ、過去に電車で GO シリーズで挫折された方も、まあ、これを参考に、まあ、なんとかなるんだなっていうのを分かっていただければなと思います。ここで金星取れました。じゃあ名古屋鉄道編ご視聴いただきありがとうございました。